配信にこんなコメント来てた、最強のマニューラ教えて、結論22時半まで待ってて。普段の配信では枠を15分ずつ取ってみんなで敵考察をする。マニューラは22時半になったんだけど、明日運動会だからもう寝るとか言い出した。特例で運動会規則秋のためにマニューラはショート動画で紹介。使うのはスケープゴートのマニューラ。手札のポケモンをトラッシュした数かける30ダメージ出せる。有名なのは増殖のたまたま。たまたまはトラッシュにあるなら手札に戻ってくる効果。最大4匹のたまたまが特性を使えるので安定して120ダメージ叩き出せる。でもこれじゃあ火力が足りなさすぎ。なのでイーブイ。特性共鳴進化は別のイーブイが進化したら自分も進化するという効果。そこでネオテニー、ブースターシャワーズサンダースが持ってる能力で自身も退化させる効果。これでイーブイの共鳴進化は実質デッキからポケモンを手札に加える効果に変わる。出したばかりのポケモンでもすぐ進化させることができるスタジアム。破れた時空があれば無限に進化と退化を繰り返し、デッキ内のブースターシャワーズサンダースを全て手札に加えることが可能で、たまたまと合わせて480ダメージを狙える。本来なら質問は前から来たやつを順番に動画化するか、メンバーシップからの質問を優先してるけど、運動会クソガキは特例だぞ。白組ちゃんと優勝したか、そしてちゃんと友達にデデン TV を布教したかな。デデン TV